リットン調査団、リットン調査団、リットン調査団、リットンコミッションは、国際連盟によって、満州事変や満州国の調査を命ぜられた、イギリスの第二大リットン伯爵、ビクター・ブルワーイコールリットンを団とする、国際連盟日誌紛争調査委員会より出された、調査団の通称である。1931年、昭和6年、南満州鉄道が爆破される。 流状湖事件が発生した。翌年、関東軍は、新朝最後の皇帝不義を失勢として、満州国を建国した。同年3月、中華民国の提訴と日本の提案により、連盟から、立憲協を団長とする調査団が派遣され、3ヶ月にわたり、満州を調査、9月に報告書、立憲報告書を提出した。1932年1月、 立ン調査団が結成された。委員は、下記の5名。また、上記の他に、紛争当時国からのオブザーバーとして、もう参加していた。調査団の日程中の処刑費は全て日本及び、中華民国の負担とされた。調査団はまっすぐ、満州入りするのではなく、日本、中華民国、上海、南京、北京の視察も行っている。日本では、荒木陸省、 中華民国では、蒋解石、王朝名、張学良、満州国では、当時、失政の座にあった国と会談している。さらに満州で、抗日活動を続ける馬仙山将軍との会見も試みたが、日本側の反対に合い実現できなかった。調査団の視察は1932年6月に完了。8月より、北京で調査報告書の作成を開始し、 10月2日、報告書を公表した。正式署名、国際連盟日誌紛争調査委員会報告書、レポートオブザ・コミッション・オブ・インクワイリーイントゥ・ザ・シノ、ジャパニーズ。1932年10月2日に公表された報告書は除雪及び10条からなり、その内容は、下記の通り。報告書では、元不毛の荒野であった。 満州の住人の大半が、今やシナ人でありこれは、日本の地域経営の成果である、この地域の主要勢力であった、張作林はこの地域の独立を施行していたのでは、なあくまでシナの政権であると自認していた、シナ中央政府の権力が極めて微弱であり、日本人が保護されていない、といった中華民国と満州国の実情を述べた後、下記のように論じている。 中華民国側の主張を支持しながらも、などの日本側への配慮も見られる。また、日中両国の紛争解決に向けて、下記のような提言を行っている。この報告により、イギリスやフランス、イタリアをはじめとする連盟各国は、和解の基礎が築かれたと、大きな期待を持った。リトンを長とする委員会は、1932年3から6月に、渡り満州国を呼び、 中華民国を調査し、9月に報告書を提出した。この間の3月1日に満州国が独立を宣言、中華民国政府は承認しなかったが、報告書提出前の9月15日に日本は、同国独立を承認した。立ン報告書は、竜城古事件における日本軍の活動は自衛とは認められず、また、満州国の独立も自発的とは言えないとした。 しかし、事変前の状態に戻ることは、現実的でないとして、日本の満州国における特殊権益を認め、日中間の新条約の締結を勧告したが、この報告書をめぐり支中は対立した。内容的には日本にとって、名を捨て身を取ることを公的に許す、報告書であったにもかかわらず、報告書の公表前に満州国を承認し、満州国が、 国際的な承認を得るという一点だけは譲れない日はこれに反発した。この報告書への日本側の反論を書いたのが日本外務省の法律顧問でイギリス人のトマス・バティであった。1933年2月24日の国際連盟総会では中日紛争に関する国際連盟特別総会報告書の採択が不備された。 この報告書は、リットン調査団報告書を基礎に作成されたもので、あるが、その結論をすべて採用したわけではなく、満州の主権については、明確に踏み込んだ表現を使用し、法的貴族については争う余地はなく、品にあり、日本が軍事行動を取ったことを自衛とは言えなとした上で、法律論及び事実の両面から、満州国の分離特律を承認すべきではなく、日本軍が、 満州鉄道の鉄道地区まで撤退すべきであるとした。また、日本の特殊権益を確認した上で旧、過酷条約の原則を維持することを勧告した。この総会報告書に対する同意確認の結果、賛成42票、反対1票、日本、危険1票、シャムイコール減退、投票不参加1国、チリであり、国際連盟規約15条4項及び6項に、 ついての条件が成立した。松岡洋介全権率いる日本はこれを不服として、その場で退場し、日本政府は3月8日に脱退を決定、同27日連盟に通告し、日本国内世論は白手喝采をもって迎えた。42対1は当時日本で、流行後になり頃合わせで、向こうは死にたいでこっちは一番なんだ、党と一部で評された。なお、シャム、大の危険は、 各国代表を驚かせたが、当時の中社無講師、矢田部康吉が、同国外相に対する再三祭祀の働きかけによって、社無国派東洋の一国、ナる派日資料国難でにも味方しす、また敵とも意志へすなおて同国代表派ン周事変、二席する国際連盟の評決に、破棄権、スヘ氏との現地を引き出していたという経緯があった。当時の同国では、 1932年の立憲革命によって対日関係を重視した政権が成立していた上、同国自身、膨張する佳強勢力との民族摩擦という国内問題を抱えており、中国の立場に同情できなかったという事情が指摘されている。1933年2月24日の連盟総会では、 立憲報告を基礎とした中日紛争に関する国際連盟特別総会報告書の審議及び同意確認に基づき中華民国は連盟規約第16条経済制裁の対日適用を急、また同日午後の総会では日本軍の熱化攻略を取り上げ同じく第16条の制裁適用を要求した。これらの要求は 他の代表の沈黙及び闘技打ち切り宣言により、目殺された。国際連盟が、公正かつ、適当、国際連盟規約15条4とした、東方国書による勧告において、日本軍の自衛行為や満州国建国の自発性が、否認されたとは言っても、満州国は、その後国際連盟加盟国で、否認投票した国を含む、少なからぬ国家から承認を受け、 外交関係を結んだ。委員を出していたドイツ、1938年2月、承認やイタリア、1937年11月承認、が、最終的には承認したほか、フィンランドをはじめとする数軸国を中心として、太陽国などの日本の同盟国とクロアチアなどの数軸国の友好国、スペインやバチカン、デンマークなどの中立国を、 はじめ20カ国が承認をした。なお、第二次世界大戦が勃発した1939年、当時の独立国の数は60カ国にも満たなかった。その他にも、ドミニカ共和国やエストニア、リトアニアは正式承認しなかったが、国書の交換を行った。ソビエート連邦は、 日ソ中立条約締結時に出された声明書で満州帝国の領土の保全及び不可侵尊重することを確約し、正式な国交こそ結んでいなかったものの、日本に対しては外交上一定の現時を与えていたといえる。さらにイギリスやアメリカもフォードモーターや香港上海銀行などの企業の支店を満州国内に設置するなど、 国交こそ結んではいなかったものの様々な形で交易を行っていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。